町の人はみんな肉子ちゃんを知っている。狭いこの町で肉子ちゃんは目立つ。あれ、キクリンのお母さんだよね。そうだけど。港の焼肉屋で働く明るいデブ、似てない親子、醜くないデブの子、漁港の肉子ちゃんとはうちのことやで。鬱陶しがられたり、バカにされたり、騙されたりする。いつでもどこへ行っても全力で肉子ちゃんだから。キクリン、今日はどないな日やったん？普通。普通か。普通が一番いいのやで。私のこと知ってんろ？知ってるよ。私は心の中でなんとなく、私たち3人はここでこうやって、これこそはと信じられるものがこの世にあるだろうか。あそこでみんな生きてる。信じる。すげえな。夏の海の匂いがした。なんとなく、ただぼんやりとした不安なのだ。お好み焼き男とダメになったら、また次の町へと流れることになるのだ。肉子ちゃんに私の気持ちはわからない。キクリン。何最後バーンって。おめさんは生きてんだろう。そんでまた生きていくんだて。